皆さんこんばんは。今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。週末いかがお過ごしでしょうか。でこれを今投稿しているのはいつも通り日曜日の夜8時かと思うんですが、きっとこれを投稿している時は私は飛行機の中にいますと。っていうのはこの土日ですね、大分県の方にお邪魔してまして、で昨日土曜日に大分県に先に入って、日曜日に2本講演会をね大分でさせてもらう予定なんです。なぜかって今喋ってるのは前なんでね、まだ予定なんですけども、一応飛行機をもう先に取ってやって、帰り今これ投稿してる時は飛行機の中かなと。いい疲れでなんかこのねこの時間というか投稿できてる時間を迎えたらいいですね。やっぱり講演会終わった後って反省はもちろん出てくるんですけど、反省がない講演会はないな。必ず何かしらもっとこうできたなって思うことは出てくるんですが、割とお客さんとの一体感とかね、その終わった後の感触って違くて、それがいい感じで終わってるといいなでもそのなんか一体感が生まれて、お客さんがね聞いてくださった皆さんがこう聞いてよかったっていうのが表情から伝わる時ってやっぱ結構あるんですよ。でそれが一番やっぱり頑張ってよかったなって思う瞬間なので、それが見れるような講演会に、ね、なってたらいいななんて思うんですけれども、すいません前置き長くなりましたが、今週はですね比べるっていうテーマですね。タイトル比べてはいけないものとかになってるかなとは思うんですけども、これ皆さん生きていく上で自分自身でまず人と比べちゃうことってあるじゃないですか。でそこで苦しむことって多いと思うんですよね。同級生のなんとかちゃんは 何でもできるのに私は何もできないとかさ、私もすげえ比べて生きてしまうタイプだから、そこはすごくわかるし、だから今回の テーマはそっちよりもどっちかというと、誰か他人に対してそれをまた他人と比べるって、みんな学生の方が多いかもしれないからまだね先の話になるんだけど、どちらかというと親ですね。はい、これは親が、我が子、自分の子供に対して比べてはいけないものっていう。でこれは以前動画でね喋ったことがある内容にはなるんですけれど、あえてちょっとねまたこう一個ねトピックを取り出して喋りたいなと思って今喋っておりますと。っていうのは今保護者の方からもねいろいろ相談をいただいていて、でも子供たちもさこう受験が近づけば近づくほど親御さんの当たりが強くなるご家庭もあるんですよね。でその時にやっぱりねこう誰かと比べられて不快だったって、嫌な思いをしたっていう意見は少なからずあると。でこれをねもちろん自分のとこに書いてない人でも今聞いてくださってる皆さんの中にも分かるわって思う方いると思うんですよね。で今回は比べてはいけないもの3選3つをちょっと取り上げていきます。でも別に全部じゃないんだけど、ただ一番最後に伝えるやつは親御さんにも覚えておいてほしいし、みんなもいつか親とか、これね親じゃなくても例えば先輩になった時もそうなんよ。先輩とかそれは部活でもそうだし学校でもそうだし会社でもそうの時に後輩とかに対してもやっちゃいけないやつなので、ちょっとぜひ覚えておいてください。ではまず一つ目なんですが、これはよくある話で、知り合いの子供ってやつですね。なんとかくんちはこれができてるのにあんたはみたいなね。はい、でも友達と比べてる、比べるもそうね。だからみんな自身が、みんなはねそう誰かと比べるっていうのしないかもしれないけど、例えば A 君がいるじゃんみんなの周りに。で A 君の例えば発言とか聞いた時に、いや B 君はこういう風に言うのにお前なんなんダメじゃんみたいな、あんま言わないと思うけど、でも結構親だとやりがち知り合いの子供とか、もっとひどいと芸能人の人と比べる人ともいる。このモデルさんあんたと同い年らしいよ、なんでこんなに違うんだろうね、知らんがなって話じゃん。そんなん言われてもどうしようもないこと言ってくんじゃねえよって話なので、まずそれが1個で、2つ目はですねやっぱ兄弟ですね。これ今ね、兄弟がもしいらっしゃらない方ももちろんいると思うんですけども、やっぱお兄ちゃんはこれができたのにとか、お姉ちゃんはみたいなとか、お兄ちゃんお姉ちゃんが妹はこんだけできるのあんたは何3年も早く生まれてみたいなとかね、知らんがなって話じゃん妹とあたしは同じ人間じゃないんだよって、だから比べるとこじゃないよねっていう。でこれはもうほんと塾講師の時からもすっごいあるあるです。どちらかというと兄弟で苦しむ方の方が多い。兄弟ってさ家の中にいるし血もつながってるしみたいなことになるとさ、自分の中でも比べたくないんだけどもどっかで比べちゃうんだよね自分自身が。
だけど友達だったらさ、はあ、何言ってんのバカじゃないのとかって結構突っぱねられる子もいるんだけどね。だからまあでもどちらにせよ嫌な気持ちにはなるよね。だからまあここはみんなも、ああそうだよねと思うと思うんです。で最後3つ目が何かっていうと、これが過去の自分です。これは本当に保護者の方によく口酸っぱく言ってたって生意気になりますけど、でも本当よく伝えさせてもらってて、お母さんとかお父さんがね、勉強得意だった方とか、まあ、運動ができた方、何かの分野で秀でた自覚がある方ですね、はその自分ができたんだからあんたもできるでしょっていうスタンスを無意識に取るんですよ。これあんまり意識してないんです、実は本人。本人は悪いことを言ってる気はさらさらないんです。だけども本人がすごい傷ついてるっていう。だってこれも親と子供って血はつながってたとしても別の人間なんですよね。でここってすごくやっぱ大事だと思ってて、特に自分も子供が生まれて子育てしていく中ですごく気をつけてるんですよ。自分ができたことが息子が当たり前にできるわけじゃないぞって。息子には息子の取り柄があるしタイプがあるわけなので、そこは本当に意識を持っておかないとごめんなさい、やらかすよなっていう、すごくそれを感じてます。でこれはさっきその先輩ね、みんなが部活とか会社にいた時の先輩で気をつけなきゃいけないっていうのは、例えばみんながさ高校1年生とか中学1年生の時にこれができたっていうものが、みんなが高2とか中2とかで上がっていくじゃん。で後輩が入ってくるでしょ、1年生が。その時にいや俺できたぜこの時期みたいな、俺この時期これできたけどなんでお前できないのっていうのを伝えなかったとしても心の中で思っちゃうと態度に出ちゃうんだよね。だそこの部分っていうのはやっぱり過去の自分と比べてはいけないと思っていて、だってタイプが違うんだもん、そもそもね、成長のスピードも過程も違うから。でそこの意識を持っていられると相手を尊重できるようになると思ってます。だからよく自分ね、今ある資格の勉強をしてる中でよくこんな大事にしてる言葉があって、べきっていう、ほにゃららべき、するべきとかね、こうあるべきっていうべき、自分の中に持ってるべきとちゃんと向き合うことが必要みたいなのがあるんですよ、勉強の中でね。でそれがすごくしっくりきていて、つまり自分がこれができたから1年生の時はこれができるはずとか、そうあるべきっていうふうに思っちゃうんですよね。でそのべきっていう意見に傾くというか凝り固まっちゃうと、そこに至ってない後輩とか自分の子供に対して、はぁ何それ、ダメじゃんバカじゃんっていうのが、ちょっとこう下に見る、ちょっとじゃねえな、すげえ下に見る感が出てきてしまうんじゃないかなとは思ってて、つまり自分の中に持ってるべきとその周りの人が持ってるべきっていうのは同じじゃないんだよっていうのはぜひ思っててほしいなって思ってね、今回喋らせてもらいました。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございます。またね来週何か、来週はあまだあれか、10月ギリだね、11月になるかなと思ったけど、ハロウィン前日になるんですかね。まあ私ハロウィン全く興味ないんで関係ないですけど、これまた10月30日あれかな、街中でこうわーってなるのかな、渋谷とかね。まあそれをね好きでされてる方全然いいんですけど、私ああいうのが苦手なのでちょっとこう冷めた目で見てしまうタイプなんですが、普通にね仮装楽しむのはいいんですよ、いいんですけど、それをなんかお祭り騒ぎにしてなんか街中汚して迷惑かけてっていうのは何やってんだって思っちゃうタイプでねまた冷ややかな目で見てしまうかもしれませんがまあね、まあ、気にせず今週も一週間ね頑張っていきましょう。それじゃあまたね来週お会いできたらと思います。皆さん良い一週間をねぜひお過ごしください。それじゃあまたね、バイバイ。